お疲れ様です。今日はですね、久々に三銃士使っていきたいと思います。ということで今日はですね、エリポンが入っていない三種ですね。なのでその代わりにロイホグが入っています。で、対空の枠にハンターもあるので、まあ、三銃士出せないサイクルでも、空に対して対応できるよということで、さあやっていきましょうか。一応三種でね、上がってる人がいたっすね。なんかエリポンミラーが、まあ、下方、まあ、ミラーが下方されたことによってエリポンミラーがちょっと減って、まあそれによってこのエリポンがもう入ってない三銃士でいいよねという環境になってる気がしますね。エリポンは、まあ、やっぱミラーとの組み合わせが強かったので、まあいるっちゃいますけど、まあ、ジャイ三銃士とか、まあ、ちらほら三種がいるっちゃいる中の、今日はエリポンなしバージョンでやっていきたいと思います。でゴルナイクラ持ってなかったら言うので、もう全然十分だと思いますね。でなんなら初期は言うので使われてて、僕もそれすごいよく使ってた思い出があります。それがまあゴルナイでもあるよっちゅう感じかな。さあ三銃士な、おい、それはズルだって。いってらっしゃい。ハンターがあるからラバにはちょっと戦いやすいですね。これって折れんのかな、ゴルナイ全無視。折れないのかな、やば、気合が違うっすね。いや、ハンターなんかバグってね今の。いやー、痛いがこれ耐えたらめっちゃでかいっすね。さあそして相手はラバルのババスケドラかな。で固めるとこれババとかでもやられそうなので、ちょっとセパしていい感じに、あの500も削りたい。でも落ちなくてはいいかなみたいな。いや、理想すぎる。さあ、で、まあ、ババを持ってるな、まあ、ゴルナイだけ走らせるのはあり。てか、ヤナムザップなんで、これ。もう、三重死無双。さあ、これで、ババが間に合わずに、あー、なるほどね。なるほどね。っていう、いい防衛ですね。まあ、これ、三重死固めちゃってもいい気がするな。で、ディガー来たらヒールで回復したいですね。ヒールじゃねえよ。なんだっけ。ヒースピ。いや、めちゃくちゃいいタイミングなんだけど、そんなことある？いやー、マジかよ。これは相手のディガーからのがちょっとうまかったな。これやられるの痛いな。さあ、でこれゴルネやられるの痛いので、流れがあまりよろしくないが、まあさすがに三死が残る、残ってほしいから耐えたいとこではある。よしよしよし。よし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 。で相手の呪文的に、あの16くらい守れんのか。いや、豚1体やばい。いや、豚1体、1体届く、危ねえ。これマジで危ねえ、今。届かんかったら終わってた。マジで。あの豚1体で世界変わった。よしよしよし。さあ、これは相手ちょっときついぞ。俺、ハンターこれいなかったらね、また話は変わるんすけど、ハンター絶対きついかんな。これマジで。ブラフゴルナイして、これワンで削れんかな。94です。あ、バルーン来るかもだけど、一生攻め続けてあげると相手の方が絶対きつい。下に行くなくてゴルナイ走って OK。 まあさすがにこれは相性がいい気がしますね。ヤザップやっぱ組まれてディガーヤーまで打たれるとちょっと怖いですけども、まあ言うて、あー、ラバルバックだ。ラバには勝ちたいかなーっちゅう組み合わせですね。エリポンない分ね、まあ、リスクは少ない。そう、隙が生まれることが少なくなるんで、エリポン三銃士は嫌だなって方とかも、エリポン入ってないと
意外とね、俺なんか使いやすいよねとかもあると思うんで、結構おすすめだな。言うのでもゴリゴリ強かったかな。さあ続きまして、あーこの人なんだっけな、バルーンフリーズ、ペッカバルーンフリーズのライドラ型みたいなイメージがあるんですけど、全然違う。ファイス来た。デリー、あーまあ着色ヨグですね。そしたらゴースト使ってるからちょっとやばい。お？デリディガー、おー、ディガロケットマンだ。ほぼ格のさあ、ディガロケか。ディガロケって多分相性悪くないっすよ。あーいいロケット、良すぎるやろ今の。さあでディガロケだと昔はテスラだけど最近はイーフェだったので、普通に真ん中のセパロイフグが結構相手からしたらきつそうな気もする。まあこれロケ回んないこと祈っちゃうな。三重士まあ出すけど、デリーもダクプリもとかって考えたら結構難しいと思います。これいいヒースピだ。回んのかい。いやー、ここストライフ行ってもいいぐらいだけど、一回待つか。さあこれ一コスがいないんじゃないのか、どうなんだ。ああ、ディガー防衛に使わせるのでかいっすね。よし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 、まああとはロキ削り行かれるだけなんで、それまで後ろからゆっくりゆっくりゆっくりのんびりやっていこうぜ。高めに出しておくとうざそう。うん、相手それやってます。これは相手がデリバリーミスったので、その隙は絶対に詰めます。あー、このゴーストはエタッピ。いやー、なんかずれて釣れないの怖。いや、言うてこんだけだからな、ダメージ入ってんの思ったより入んね。ゴーストにヒースピソルト、相手は悲しそうになる。よし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 、マジゴーストヒースピやってるだけだ。いやー、手前に来てほしかったな今。デリとこっちだ、クリとこ。いやー、でかい。あー、うまい。まあ、一生このゴーストで攻めりゃいいみたいだから。スケクル。いけ。もっと惜しかった。横だ。裏。全然字が読めない。三重車もういらないっすねこれ、マジでガチの飾りです。さあということで、まあなんか相性が良かったのかな。まあインフェだったんでね、これがテスラだったらまた話が変わってましたね。ナイス。さあパンドラ来た。マジか、あれだ、今フィンランド行ってるっすわ。世界大会前のパンドラと当たっちまいましたね。さあバルキリーファイスピー、迫撃かな、迫撃かなんかあるっけやと。まあワンチャンのホグもあるが、
迫撃パンドラ来たっすね。よいしょ。さあ着衣迫撃の、まあ、ハイブッドなりのデリュー、あ、デイじゃねえわ、だからそういうやつですね。仕上がってるだろうな、こんなんもう間違いなく。世界的じゃないっすよ。当たっちゃいけんだろ今。全然全然残んなかったな、びっくりした今。さあでハンターは、おいギリギリスレスレイ。まあゴーストとゴルナイの受けがでもちょっときつい方だと思うので、あっちもまあ僕は着衣が安けど、ここだ。よし、1回目のね占い成功。まあ、あ、着衣がだるいね。あの着衣がマジ最強すぎるよね。まあ、ハイボかポイズンかまだ分かってないんで。もう一発でかっ。あ、バルキリーもいるっすからね。あとこれ刻まれてる。さあなのでこんな中でどう削っていくかっすよね。いや、バルキリー強すぎる。もう全然ダメージ入んねえっすよねこれ。まあポイズンだから高め3しワンチャンみたいなとこもあるけど、うん。さあタイブレイクなるっすねこれ。ロイホグ守る対決 VS ディガー披露対決ですね。ワンチャンキング起動しちゃう。いやマジでこいつ強えの。さあダメージは入りそうだが、いやさすがに防衛うますぎ、硬すぎ。バルキリー行こっかな。さあまあタイブレイクで負けてく。まあこれはもうどうしようもできないっすよね多分。わかんない。ゴルナイ、ゴルナイがぶっ刺さるとかね、ゴーストがジゴルとかがないときつそうな気はしたね。ここまでね綺麗に守られちゃうと、これはもうなんか相性のこのひっくり返せない領域だった気がする。相手が完璧すぎて。
さあ、まあ三重師の噛み合い症といえば、相手にこうザップしかね呪文がないよとか、いや斜めしかないよっていう相手ですね。おースケブーはやだ、タルだったスケブもやだ。さあスケブってことは、まあ、ロイか、おーラバだ、ラバクロ多分ですけど、ラバクロっすね。そうっすね。まあダメージ受けるけど、スケブがやばいっすね。まあ両サイ削って515を守るのは結構不可能に近い気もするので、21かな。まあキングはいかれないでしょっちゅう。低め3シーっすね。あの5打たれるんですけど、なんなら5だけで済むんですよ。残るんで、お、いい、いい、なんで悩んだ。でスケブがいるんでロイが飛ばしゾーンっすね。これも、あ、これは飛ばし得意なの。いや残れよっていう感じですね、マジ。さあお互い追ってく、耐える。いや熱いよ。さあここ守って、オーケー。いやラバクローはね、襟どうなんだ、きついっすね、絶対きつい。まあなんかラバクロー使ってても30引きついと思うこともあるんで、まあなんかどっちかが流れ掴んだらもう止まんねえよみたいな気もしますね。トントンな気も。さあザップ、ザップって結構絞られるっすかね。ペッカ三死、三死もたまに、おーラバヤザ、あスパーキヤザもある。スパーキヤザっぽいけどな。いや、じゃあジャイだ、ジャイプリだ、ジャイプリ。これプリンスで受けてくるサイドの逆きついんじゃない。え、なんだろう、これスケラのやつかな。スケラのやつでした。
いやー、まあ、ダメージこれだけで抑えたんなら悪くないんじゃない。さ、ジャイスパーハンターババメガゴスクレアザップですね。ただスパーキーがいいんですよねこれ。さ、なので、まあ、スパーキー嫌だけどヤザなので悪くないってか、ダクプリもいたな。なんか、いや違うのか、ディガースケだか、ただ変なスパーキーいないっすね。そしたらもうわかんねえけど、ハンター出すの危ないかな。まあまあ、まあ、なんかフリーズでも来るのか。さあ、やっぱディガースキラっすね。なんか普通にいいタイプ、あぶねー。さあ、まあこれは30子出せば世界が変わりそう。でも出さなくてもある程度は守れるが、要塞攻めておくといいことがありそう。さあ、このヤザ防衛ちょっと安く、いや、めっちゃいてる。あつ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 あで、冷静に30しないし、ヤザだかんなこれ。ヤザ削りきてる。さあ、ちょっとこの延命は激アツきてます。あー、ダクテリアスの9、まっ、いやでも足りない。オーケー、危ねえ。これよく考えた時ちょっと怖いですね。気づいたらタワーなくなってて追いつけないこともありそう。いや、オートロ熱っ。さあ、ヨーソリック YT は基本的にあのフリーズしか使わない人だと思いますね。トルネーボーラー、あれ全然これなんだ。俺は思ってたと違ったぞ。おお、タルババゴレか。これもまた難しいところで、これ光栄を逆に釣りたい。よし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 。あ、これあれじゃん、俺が前動画出したやつやないこれ。あ、でもムータ入ってるか、チキーか。ユーノゴレなんか紹介したっすよね。これタルクルっけ。いや、めっちゃいいヒースピー、全てにかかってる。しかもここのタルでマスク延命からのここスロイホグ、ここスロイホグ、ここスロイホグ生かしてくれよ。いいの出てこい。あー、出てこないか。さあ、ということでめっちゃダメージ入りそう。まあ、ライドラゴレーは呪文が基本的に入ってないので、トルネしか、イクメさん足が強いぞ。トルネで巻き込まれるんで、まあ、3体出しでもいいし、今みたいな21セパで逆に持っていくプランもあり、だからゴレ側が30子1とかでもあり。うん、いや、でかい。400と600だ。対ゴレはね、アイゴレがいるかどうかとかでも世界変わるっすからね。工場でもいい。逆サイドに工場釣っていきたいっすね。ん？工場逆サイドに、そう、釣っていきたい。まあ、これはさすがに無視。まあ、ライドラ取るね。行かれっかな。まあ、どうなんだ。これ、ミスったかな？同サイブプランが良かったかな。
ゴルナイ強すぎてこれ持っていけねえか。え、待って、なんだこの、あ、ミスってた。なんか芝タルババみたいなのしてたね。さあ、ということでマジであの公営どっかに持っていけるだけでも楽になります。いや、アイゴレ強え。マジアイゴレね、最近もナイトとかバルキリーに場所取られてるんで、三重四デッキぐらいでしか考えてないですよ、26と。ちゅうことで、まあトルネ相手とかにはこういう三四セパも優秀ですよということで、皆さんもぜひやってみてください。よければちゃんと高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。まあね。